かなくていい。3分測らなくていい。ああ、大丈夫よ。これを押して、もう一気に押して、もう一気にもう一気にってなるわけじゃん、うん、で、これが例えば武術的なやり方で、うん、押して、押してっていう動きになるんですよ、うん、今のは流すってやつ。あ、力を流すってこと。自分の体勢は絶対変わらないもん。うん、そうね。腰が浮かないって。そうそうそう。で、普通の人がやられるとしたら、例えばやって、この体格でやられたら、押してこられたら上がるんだよ。あ、そうだね。こう。うん、それも、ね、武術の動き方にするんだったら、そのまま押されるとこのままでいけばいい。そうだね。押した感じ、腰動いてないもんね。うん。したら、例えば今のベクトルで押してくるじゃん。押してきて、下に下げるんだよ。危ない。すごい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 。わかる、これは。ってなったらこうなるわけ。武術とか柔道でよくやってるもん。でこれを実は MMA 選手ですね。息上がるでしょ。これをずっとやってる。きついわ。無理。だからこの息上がんない抜き方、同じ力を込めてても向こうにはいっぱい力を使わせて流してるって。こっちはあまり使わないっていう。はい。押しや、オルバボス。ここあ、どうしてもいいよ。いや、押しやすい。例えば腰持ちたい、持つんだったら。で、はい、普通にやってる。ちょっと腰いいよ。あ、力入んないのこれ。うん。すごい。あれ、力入んないの。で、これが武術的なやり方。で、例えば、普通の人。例えば、バット押してくる。はい。バット押してくる。こうなっちゃう。なりますね。で、これを違う技術を使って、押してくるでしょ。はい、ちゃんと。これやこれは全然無理だろ。だと分かりやすいのがさ、あの握手で相手を落とすってあるじゃん、はい、あれを握手したじゃん、はい、でこれで握られたら弱いんだけど、はい、落とす。おこれ怖い。すげえ、まあ、そうやってみる。やってみる。で、これで落とすってなった時に、うん、この体勢のままで今力が入るから、うん、だからその時にこっち側にこれこれ膝落ちるね。これがすごい、びっくりしたよ。膝落ちるわ。え、どういうの？とっさに手に打った瞬間、これやばいね。やばい。いや、何が怖いって、これ落とされる前提で俺構えてるのかかわらず、いや、だって、すげえ、できない。いや、だって、やってみて。いや、無理だもん。何がどうやってるのか分かんないよ。例えば力いっぱい込めるじゃん、はい、ベクトルでとどめようとしてるベクトルなんていうのがあって、はい、それを自分が力でやろうとしたら力で力になるわけです、はい、だから耐えようと思って耐えられる。あ、耐えられる。でも今度自分が違うベクトルで力を入れると弱くってさ、はい、そしたらこう、あっ、いや抜ける、なんかね、どうなんか抜ける、耐えろ、抜ける、あ、抜けちゃうんだよ、弱いの。ここに行こうとしてるベクトルじゃん、うん、それをこうか。ああ、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 こう、こうプラス今体の自重使ってないよ、自重使うと、おお、すげえ、これ怖い、すごい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 。これが術。へえ、じゃあ俺入れるよ。ただ
指導がいいです。邪魔だな。はい。まあだってこれだってね、だって下にやってるだけだからさ、なんだろう。そうでさ、スイークニーじゃなくて、抜くんだよ。なんか、この別のから抜いて。抜いてって、この手首もそうだけど、体をこう、落としてっちゃう。そうね。体を落としていく。自重を使う感じ。じゃあお礼言うよ。ああまあまあでも近い近い近い。さっきのうんってやるやつが違ったり。これを例えば普通にやると、危ない。とか次こっち側に。ああ落ちる。それが違う。だから広く見えたらこうやってたら変わるじゃん。そういうのを引っ張ったり。分かる。こうやってたら変わるじゃん。それを巻いて。ああ。で巻いて、今技なんだけど巻いて使う。ここに、ただ首がこっち側向けられてるのに体が斜めになるとちょっとおかしくなるから落としやすくなる。これ違うね。だからそれを普通に例えば首ってやろうじゃん。耐えます。だけどこの上にはこれだけで、この模様を使うだけでバランス崩されてるだけ、こっちは押してる、こっちもこっちはこう押してる、こっちはこう押してるで、こうで、あとはこっち。だって今まっすぐ立ってるのこうされてるもん、体勢的に言うと。これ何の動画？お辞儀動画だよ俺。謝れ。こう例えば腕でタックって、はい、足元引かれて、あれしてるじゃん。はい、で踏ん張ってて、はい、踏ん張ってて、踏ん張ってる時のベクトル下に行ってるじゃん。その違いのベクトルの方に持っていくと人って崩しやすくなってくる。下の目をこっち向けにするってことだけど、グッともっともっともっと、絶対倒れないぞっていう。で、これをまた力で襲ってると耐えれるじゃん、人。ここから普通に力を抜いていくと。ジャブの距離と、はい、ジャブの距離の時に、はい、もうちょっと後ろの方がこのぐらい、はい、でスタンスはもうちょっと狭め、狭め、うん、狭め、はい、でジャブストレート、ストレート、ジャブ、ストレート、もっと腰回して、はい、いいことだ。トレーナーの人ってこういう風になって、あれもセンスできるから、うん、青木めちゃくちゃうまいらしいから。そうそう。一歩が青木にめちゃくちゃうまいじゃないですか。ポン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 って上に飛んでるじゃん、はい、あれは前後にこうやって、ジャンプの時にジャブでストレート、体重心を前に行ってストレート、ジャンプ、前傾なんですね。うん、ジャンソン、上に飛び出してね。こういう感じ。頭下げない。
た。前に入りすぎ。前に入りすぎ。巻かない。ヒロ君、打ち下ろしてるね。うん。じゃなくてね、ショッピングライトこう、まっすぐ、自分の体をまっすぐ。どちらかというと、砲丸投げやったことある、遊びで。砲丸投げって、こう飛ばす感じじゃん。うん、それみたいな感じで、手首を砲丸だと考えて、パーンってまっすぐ、まっすぐ届かす感じ。肩口がちょっと近くに入り込みすぎてるから、ジャブで見て、ジャブで、今一回足見て、ジャブで。近い。もうちょっと、もうちょっと後ろ。あ、そのぐらい。で、ストレート。このもうちょい。ストレートに行こう。当てるとこ見て。あ、いいね、いいね。踏み込みすぎ。重いな。くらいたくねえな、こんなの。重っ。あー、だめだ。ピッチングに似てるな。入り込みすぎだね。うん、あ、いいね。もうちょい後ろ。もうちょい後ろ。もうちょい後ろ。あ、そっから。一歩入っちゃった。その前。そっから。あ、いいね。ほら。今の体勢がインストレート。体重全部受けて。で、最後打つときに、こう顔それちゃってんの。せっかくだから顔の重さ、頭の重さもストレート抜けちゃう。だからもったいないから全部そのまま打つ。投げちゃうんだよな。ああ。フォームだよね。じゃあまあ、ここにこういうパンチでちょっとロングフック気味にここに当てる。おわおおおおおやばおおやばおお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 いいねおお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 およし、もう手が痛い。だってこれ階段にやった人プロボクサーだから試験受ける人みたいになってる。やばい、手首が痛いもん。俺これ肩に食らってたんですよ。骨にまで来る。チン打とうと思って。もうね、すごいガツガツ骨に来る。重い。でもこれを多分まだ全力出てないから。出てないでしょ、うん、だからこれをもうちょっと体の下半身の安定とそういったものを全部突き込めば大丈夫。でやるんだとしたらジャブを打つ前にこっち側の変則的なこっち側をオープンスタンスでありながら変則的な腰回しジャブ打ちながらの方がだからクロスでジャブこっちに入れる、こっちを。あ、そうそうそう。クロスでこっち。おい。わっしゃ。あ、だいぶこのね、ちゃんと叩けないくらいするの。いや、でもね、この音がしない時の方が痛いんだ。ちゃんと打てない。やばいね、手、ほら、だんだん腫れてきてる。やばい、痛い。あ、決めちゃう、先に決めちゃう。ジャブからの、ジャブロングフックを早めに、ここの感覚を早く。ちゃんと見る。ちゃんと見る。おい。はい。ダウン気味になってる。はいね、今の。今でいいよ。はい。